名鉄バス豊田営業所。名鉄バス豊田営業所は愛知県豊田市にある名鉄バスの営業所。所属略号は豊か。2006年以降、車両にはトヨタナンバーのプレートが付いている。それ以前は三河ナンバーであった。校内には名鉄整備がある。一部路線は名鉄バス東部に運行委託されていたが、2018年7月に直営に戻った。 マナコおびとかは、直営路線おびおいでん、バスで利用可能。日野社が多く在籍しており、2010年頃までは、ポンチョを除く日野社は、当営業所のみに在籍していたが、転属により他の営業所でも在籍している。現在、豊田営業所のみに在籍している、日野社は、ブルーリボン2ワンステップとブルーリボンシティハイブリッドで、ある、豊田地区の一般路線及びトヨタおび、豊田お遺伝バスの豊田。 渋谷線、朝日、豊田線、小原、豊田線、藤岡、豊田線、褒美、豊田線、土橋、豊田東環状線の運行を担当している。豊田スタジアムで、サッカーの試合などがある場合は、豊田市駅東口、豊田自動車本社駐車場などから、臨時のシャトレバスを運行している。豊田営業所の所属車両豊田市豊田、元町工場を前引く東名豊田東名三好。 東名日清中部国際空港豊田市豊田本社前から三河豊田駅前小林東名神里中部国際空港豊田市から柳を通り乗りだで岡崎からのアス街道に合流追い分けからは国道153号線をアスまで運行する路線である国道153号線平戸橋西中近アス経由で稲部まで運行していた 稲武線は1999年にアスケイ北を廃止、トヨタアスケ線となり、その後2002年に廃止となったが、柳線は大きな変化もなく運行されている。豊田市駅から三好市中心部を経由して赤池駅までを結ぶ路線。全区間同士の場合、名鉄トヨタ線より所要時間が長く、運賃も高いが、東郷町や三好市と、 各方面を行き来する利用者が多いため衣が、原経由、あらや経由とも、日中毎時2本運行されている。2018年1月15日より、新たに身のてきた停留所が新設された。元をたどれば、1913年に、愛知県発の乗り合い自動車路線として、東田町平戸橋間で開通したお産自動車の路線である、当時の名鉄自動車による買収を経て、 名鉄バスの衣線として、名古屋豊田間を飯田街道経由で運行していた。名古屋方は、東田町、名古屋駅、名鉄バスセンターと、始発地を変えながら運行していたが、1971年に、星ヶ丘発となり、星ヶ丘、豊田線に名称変更された。2004年、赤池駅までに短縮されて、現在に至る。当初は、名鉄バスセンターから、星ヶ丘、 日清役場前を経由して、名将台までの路線で、石上経由と梅森経由の2経路があったが、岩富士線と共に星ヶ丘まで短縮され、さらに米乃木駅までとされて、現在に至る。なお、本米の木名将台前は、県道58号線を走るが、このルートは、旧飯田街道にあたり、かつては矢ごと方面から名阪線や安ス線が3が、峰峠を越え、休み。 平戸橋を抜けて、アス方面へ走っていた。また、おいでんバスの下記の路線を、受託運行している。1993年頃に、廃止2004年に、赤池駅伊を廃止にし中山経由の規制、鴨モ高校前発着、緑化センター経由鴨モ高校前発着もあり2008年3月31日で、廃止し、トヨタおいでん、バスへ移行名古屋営業所と共同運行。 2008年3月31日で、廃止2011年7月31日で、豊田あずまインター北停留所を廃止し、大林経由に変更2004年に、近距離高速バスの第3弾として、名鉄バスセンターから5が、岡ニュータウンまで運行開始。当初は、伏見町、西木通り本町には停車していなかったが、翌2005年より停車するようになった。その後、 2011年には、豊田市内の停車停留所を追加した。2019年3月31日をもって、豊田市後が、岡ニュータウン間が廃止され、2020年3月31日には、残りの名鉄バスセンターと豊田市間も廃止された。なお、クローズドドア制であったため、名鉄バスセンターから堺間と、東名日新から、豊田市後が、 岡ータウン間のそれぞれ総区間での乗降はできなかった。2018年9月30日で廃止し、10月1日から新設されたトヨタおいでん、バス下山、トヨタ線の中街地発着系統で、大体2018年9月30日で廃止し、10月1日から新設されたトヨタおいでん、バストヨダ・渋谷線の東山地区を循環する系統で、 大体2001年に地流営業所に移管、一部を前後行き発着に延長アスケミクラの折り返し便あり現在はトヨタおいでん。バスにて、アスケ病院まで延長運転唯一長野県に乗り入れていた路線現。現在は、イナブバスに移管現在は、イナブバスに移管現在はお出かけ北節期間バスに移管現在は、三好市、コミュニティバスの 三三バスと三吉が丘ループバスが大体現在は、三吉市、コミュニティバスの三三バスが大体名鉄バスは2000年頃までは、三菱不走トラックバス制が原則であったが、この営業所のみ、当時トヨタ自動車本社への通勤輸送を引き受けていた。ことから、トヨタ自動車系の日の自動車製の車両が多い。しかし、2015年頃から、おいでん バス以外の路線バスの車両は新車、転入車ともに三菱車のみとなり、再び三菱車が増えてきている。また、特別試行として2009年12月に名鉄バスでは初となる日野ブルーリボンシティハイブリッドが東映業所に4台導入された。主に日野、セレガは中部国際空港特急バス、都市間高速バス、名古屋、豊田線の共通運用車である。 2010年10月から2012年11月まで燃料電池バスがトヨタ自動車より対応されトヨタおい電バストヨタ東環状線で運行された。また2015年1月から2019年3月まで FC バスが藤岡、トヨタ線、トヨタ、渋谷線、土橋、トヨタ東環状線で運行された。愛称はミラノス。ありがとうございます。